どうも、D おじです。この度はご視聴ありがとうございます。本日なんですけれども、おうち銭湯をですね、より快適に過ごしやすくする方法を皆様にお伝えできればと思っております。おうち銭湯のね、設営や撤収の動画は別に出しておりますので、そちらを参考にしていただければと思います。で、本日の動画なんですけれども、おうち銭湯ね、いいところばっかりじゃなくて、実はね、少し欠点もあるんですね。と言いますと、今見ていただける通り、まあ、高さはあるんですけども、全体ね 230×230 なので少し狭いんですよ。もともと4人用のテントになりますので、大人2人子供2人の計4人ぐらいがまあ適用サイズかなというふうに個人的には思っております。なので大人2人でもね、こういう感じでダブルベッドを敷いたり、椅子、まあ、ちっちゃなテーブルを置くと、まあ、正直ですね、パンパンになってしまうんですよ。これはもう広さの関係上仕方ないんで、じゃあどうしようかといった時にですね、はい、こんな感じでタープを連結させてあげますと、キッチン、そしてソファー、テーブル、快適にですね過ごせるというところで、こういう方法をですね、本日は皆様にご紹介したいと思います。それではやっていきましょう。はい、ということで早速やっていきましょう。これはですね、 DOD から出ているヒレタープというものを使っております。おうち銭湯ね、どんなタープと組み合わせるのがいいのかなといろいろ考えたんですけども、このヒレタープが一番ベストだなということで私思いましたので、まあ、そういった点をね、皆様にご紹介できればと思います。まずですね、このヒレタープなんですけども、基本ね A テントやつくつくベースと、まあ、一緒に設営するためのタープなんですけども、このおうちテントもですね、非常にね相性がいいんですよね。まあ、そういうのはなぜかというところなんですけども、まずね、これ付属のポールなんですけども、ブラウンでね結構可愛いんですよ。これ色がブルータイプなんですけども、ウォッチネットもう一つありますね、プリンカラータイプ、これにもねすごく合うんじゃないかなと思います。ただね、ロープが元からついてるの赤なんで、これをね、ウォッチネットと一緒の白に統一した方のが、まあ僕はいいかなとは思うんですけども、でサイドにもねしっかりあのちっちゃなポールがついてて、快適にね中過ごせるようになっております。そしてね、ヒレタープの一番の特徴なんですけれども、形がね斜めに切ってあるので、こういうねおうちテントみたいなあのボックスタイプ、クラシック型のテントとですね、非常にねここの付け合わせがいいんですよ。とてもね相性がいいということで、小川張りしてもね綺麗に張れます。そしてね、このように後ろにポールを入れてあげることでですね、小川張りができます。小川張りのやり方はね、ここに動画載せときますので、そっちを参考にしていただければと思います。こんな感じでいかがでしょうか。まあ、最初ねこのブルータイプはタープとの相性ちょっと悪いんじゃないかなって思ったんですけども、実際ね色合い見ても、まあ、悪くはないですよね。特にプリンカラーと合わせると非常にいいんじゃないかなって思います。それとおうちテントなんですけども、生地がねポリエステルなんですよ。で今回ちょっと変わった生地になってまして、ポリコットン、つまり TC 生地に非常に近いんですけれども、実際は能力としてはポリエステルの能力しか持ってないので、こういったね今日みたいに日差しが強い場合は遮光性っていうのがねそんなに強くないんですよ。実際ねあのポリエステル使ったことはある方わかるとは思うんですけども、結構ね中にいると暑いです、正直。まあそういった時にこういうねヒレタープのように TC 素材のものと組み合わせてあげると、風合いもすごい似てますし、こっちはねしっかり TC 素材なので、中に行った時にですねめちゃめちゃ涼しいんですよ。これはもうねあの体験してみてくださいとしか正直言いようがないんですけども、そのぐらいね全然違います。これおうちテントを普通に立てて、まあ、このタープなくてね普通にこういう風にセッティングすればいいじゃないかって思う方いるかもしれないんですけども、これが一つあるだけでもうガラッと違いますので、これはね正直すごくおすすめでございます。やっぱりねおうちテントね単体ですごい可愛いんですよ。僕もめちゃくちゃ気に入りました。これめっちゃ最高って思ったんですけれども、やはりね2人で使うと1
考えてもやっぱちょっと狭いですね、正直なところ。ここでご飯作ったりとかゴロゴロするにしてもなんかするっていうにしてもやっぱちょっと狭いなって思ってしまうんですよ。タープがないとこういうとこね、日差しがガンガン来たりして、あとは周りからのね目とかも気にしたりするので、そういった時にやっぱタープと組み合わせた方のが正直いいなというふうに思いました。でそんな時にヒレタープだとここがね、あの形斜めになってるんで、ちょうどね小川張りするとピタッとはまるんですよ。しかも TC 素材はねこれね正直ねマストですね。 EOD から出てるいつかのタープとかだと生地感がね全然変わってくるので、ちょっとね、まあ、みすぼらしいって言ったら言い方失礼ですけれども、相性はあんまり良くないかなっていうふうに思います。ですので皆様にもねぜひこのおうちテントとヒレタープのですね小川張り試していただければなというふうに思いますので、ぜひ検討してみてください。はい、ここからはですね、実際どんなものを私が使ってるかっていうのを簡単にご紹介したいと思うんですけども、まずですねこれはねキャナリーテーブルの M サイズになります。これね高さ調整できるので、ちなみにね今こっちグッドラックソファーローで、こっちグッドラックソファーといって高さ違うんですよ。なのでこっちのねあのロータイプに合わせるときはこのように低くしたり、こっちのねハイタイプに合わせるときは椅子を高くすることができるので、まあこれ結構便利ですね。まあ、こんな感じでソファー2つとテーブルがあるとみんな囲んでね、こんな数人でも楽しめると思います。キッチン棚はこれはアカシアテーブル使ってたり、DOD のねステルス X ゴミ箱を使っております。あとはこんな感じで、骨あるヤーツを2つ使っていますね。ペシャコンもねおうちテントのブルーと一緒のカラーなんで、まあ、実際ねどうだろう、色合い的にほぼ一緒かな、ほぼ一緒だと思ってもいいんじゃないかなと思います。クーラーボックス、ペシャコン、おうちテント、ほぼほぼ同じカラーかな。ペシャコンがちょっと明るいぐらいな感じですね。でねカートも同じ色出てるんですよ。これが若干濃いめかなと思うんですけども、どうでしょう、こんな感じで揃えてみると結構な金額にはなってしまうんですけども、検討してみてください。はい、こんな感じでおうちテントいろいろね皆様にご紹介したいと思うんですけれども、ぜひこんなことしてくださいとリクエストコメントいただけたらできる限りですねご希望にお答えしたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。この動画参考になりましたらいいねボタン、そしておうちテント以外にもね DOD 新製品基本的には全部買ってますのでレビューしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で。